そうだ、こいつもアリフだ。ホワイトダメージあたり爆死した。いや任せろ任せろ。キー、はいはいはい。脱走した脱走した脱走した。運ゲー始まったって。あ、わかった。こういうスライムはね、大抵ねまともじゃねえ。おーい、なんじゃそりゃ。あ、あた、強っ。どうも皆さん、こんばんは、ギャゲットと申します。今日も元気にロボタフにカンパネーションやっていきたいと思います。気持ち悪いな、なんか。はい。ということで、2分前に俺が何をずっと一人で喋ってたかというと、まあ、アリフが来たね。ああ、中東なのにアリフが来るんだ。すげえ楽しくなってきたな。今日もどんな奴らに会えるかな、です。うわー、怖っ。そんなことあるんだ。よかったよかったよかった。で、前回ね、とうとう、頂点のアリフが来た。さあ、いや、一点これでいこう。で、今回から2回ぐらいに分けて、ちょっとこの中央本部を2周しようかなって。まあ、2周ぐらいちょっと、ね、周回しようかなって、その、チェックポイント技があると。この、まあ、中央本部が何？一番、なんか、いっぱい入るでしょ？アブノーマイティが。だったら、ここでこう、周回したら回転率よくねっていう。もう、アレフが出てきた時点で、それをやる価値は出てきたのかと。まあ、やっていきましょうや。このハテナ2つ。こいつか。こいつだ。あ、で、こいつもアレフだよ、確か。あ、そうだ。そうだ、こいつもアレフだ。なら、ちょっとわからな殺しされるの怖いから、こいつをちょっと調理しちゃいましょうや。あー、で、なんか言ったら、ドラゴンクエストに出てきそうだな、あはは、みたいな。あー、でもなんか使いすぎ注意系かな。あ、待って、お前は使った。あ、でもこれ連続して使っても大丈夫か。一旦、もう、こういうのは何事も試しだ。巨大な重機を摂取した複数の対象から副作用が確認された。ホワイトダメージあたり爆死した。え、じゃあこの2人も死ぬってこと？確率？いや任せろ任せろ。ガム飲みガム飲み。あ、一気、はいはいはい。あ、一気、行くぞ行くぞ。あ、オッケー、なるほど、了解。あ、これだから複数人で回した方が安全系か、もしかして。これやばいじゃん。これじゃああれじゃん、麦線芝居最大の敵じゃん、ただの運。いや、これスライム娘やってもさ、これやってさ死なれたらマジで俺萎えるから、こっちやる先に。でね、このスライムはね、多分大体のスライム系ってさ、意味あれがイメージないんだよね。多分こいつはあれじゃないかな。なんかただ攻撃力とか暴走して脱走してバレるじゃん。ねえ、運ゲー始まったって。いや、ちょっと待て。だったら何かあった時のためにお前らはちょっと上で待機。これで爆発すんの？これどうしよう。麦線縛りでうんってやめてほしいんだが、単純にデバフとかかけてきそう。あー、冷静。あ、なるほど、普通そうだよね。ただ規制済みなるモザイク野郎が本当にやばかったんだ。じゃあちょっと待て。分かった。もう一発で分かった。やっぱそうだ、俺さ、こいつさ絶対なんか規制型かなと思ったのよ。スライムだもんで。こういうスライムはね、大抵ねまともじゃねえ。これなんかこいつから今変な赤い液体出てたから、なんだろうと思ったらそういうことだ。規制するんだ、多分粘膜みたいなのが。あー、8タイプだ。いや、よかった、こいつ先やっといて。警戒してたんだよ。だからそういう眷属系をさ、増やしてくるタイプがいるんだろうな、とは思ったけど、やっぱまともじゃねえ。あ、そうだね。これ銀河の子みたいなのついてるもんね。わ、よかった。俺、銀河の子と8先に見といてよかった。あ、作業を行った初めての職員を1とする。じゃあ、イザベルが、あれか。バイオハザードの元になったわけだ。はーい。いやー、8タイプか。つまりこいつは完成させるタイプ。はい、チェック入ります。はい、どうぞ、帰っていただいて結構です。よし、お前は一人で残業だ。よし、お前だけの部屋だぞ。よかったな。おーい、なんじゃそりゃ。あ、これ運悪かった方でしょ絶対。これだからバイオハザードしたら終わりのパターンだから。ああ、いいねいいね。あれ、やっぱさっき運悪かったんか。じゃあアレフがなんぞ。いや、先規制済みやっちゃったんでね、悪いや。あー、でもロボットか。あ、ロボットならこれ最強さん一人にやらせよう。ここ一人で殲滅させよう。あた、強っ。あ、そっか、かお前アレフ防具っていうか装備か。それ強えわ。そら強いわな。でもなんかここら辺はなんかまだ結構確率で上ぶれたり下ぶれたりするから、ちょっとあれだな、あまり鵜呑みにしないようにしよう確率を。わおビューティフォー。さあ、あと装備作って次の日にこの樹木を叩き割って終わろう。1周目終了。中層2周目入ります。はい、オッケー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 。そういうことだよね、そういうことだよね。あなたが見る場面の全てはかなり歪んだものですから、全てはあなたのためです。こう言えば理解してくれますか。あ、これがディファルトです。あなたと何度も挨拶。ああ、なるほど、そのためのフィルターだ。じゃあ今までの人間体は全部かりそめの姿ってことね。うわー、え、じゃあ、え、どういうことだ。え、どうやって歩いとる。どうやって走っとるじゃん。なんてバカな質問してるの。じゃあ誰だって言うのよ。私だけだと思う。あんたが今まで出会った全てのセヒロもこれからのセヒロもみんな私みたいな姿なのよ。ちょ、怖い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 。いや、ホラゲっぽくなってきた。次のディファルトの時はもっと長い間。うわ、うわ、うわ、そうか、そういうことね。あ、みんな。あ、マレクトか、これ。あ、でもメモ、あ、ほんとだ。すげえな、なんかもう、これが最高の会社で作るロボットなんかなとか、なんかいろいろなツッコミがあるけど、バランス悪すぎないかみたいな。でもなんか、肉がはみ出てるって。ってことはあれからなんかエヴァンゲリオンみたいな感じで純粋なロボットではないんだろうね多分。なんかちょっとこじらせた構造っていうか仕組みのロボットだとは思う。いやでもちゃんと怒ったりするわ。あ、今ティファレットの交換作業中だったのか。周期はどんどん短くなってるみたいだから大変だねティファレット。うわ、人の心とかないんだ。あー、うわー、あ、んイリア、私は今日は忙しくてまだこのメモに書かれた内容の半分も終わってないんですよ。誰だ、マルトっぽい誰かな。あれ、管理員こんにちは。あれから回想シーンみたいなのか今の。あれで私でないような感覚。あ、出た、一番最初のなんか言ってたな、私は私でないみたいな。さっきのなんかエリアって人はあれか、一緒か、同一人物だけどこのマルト自体はロボットなんでしょ。ってことはそのエリアさんの脳みそっていうかなんかそのデータ的なのをこうそれのデータでこのマルクト作ったみたいなノリか。そのエリアさんのデータからこのマルクト作りましたみたいなノリでしょ多分これ。全部が作った。あー、なるほど、そういうことか。エリアは焦った。あ、A、 その焦りが些細なミスを引き起こした。実験体の状態を記録することだけが彼女の仕事だった。うわ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 、そうしてください、お願い。わわわわわ、おい、なんかやってくれるよね。はい、オッケー、イエスみたいな RPG で一番めんどくせえ選択肢みたいなの来た。あ、なになにこれ、標識だったらなに。あ、いやてか俺今さ普通に見てたけど、そうかイエスのロボットだもんね。なんかすごいなこのゲーム、ちゃんとホラーした、ちゃんとホラー始まってるわ。わあ、やばい、なんかそういうあれだぞこれ。それ以降二度と彼を見ることはなかった。あー、来た。なになになに、ちょっと待って、なんかいろいろ一気に来たらボス戦ミッション。あ、こいつらがボスなんだ。セイラがボスなんだね。あ、俺なんかさアレフクラスとかのなんかバカデカ巨人みたいなのがいきなりこう出てきて戦ったりするのかなと思ったら違うんだ、このセイラたちがボスになるんだ。なるほどね。楽しくなってきたな。おい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 、最高じゃねえかこのゲーム。うわー、すごーい。うわー、全員外出された。おお、すげえ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 。そうか、俺は前よりも強くなってるんだ。うわ、なにこれ、一旦引こう。なんかやばい気がする、俺の中の何かがやばいと思ってる。そんな時に誰かが逃げながら叫びました。なんで